何でもない日常はほんの小さなきっかけでワクワクする日々に変わる。例えば好きな服を着れば私はちょっぴり大胆になれる。遠くに行ってみようとか、あの子を誘ってみようとか、やりたいことが溢れてきて新しい景色を見たくなる。何気ない日々をひらめかせてゆけ、好きを集めたら毎日がそうホリデー。どこに行きたいの、何が食べたいの、本当の気持ちわからなくて、曇り空見てた、無理して笑った、でも君には伝えたいよ。飽き飽きするいつものスタイル、変えちゃえばいい自分次第で、世界は変わる。色を着れば。ロペピクニック。さあ。今回は2日間の撮影だったんですけど、いろんな場所に行って、なんかすごくこうムービーとしても充実感のある濃い一本になっているんじゃないかなと思っています。前回のムービーでもご一緒させてもらったワンちゃんのハーツくんと、今回もご一緒させてもらって、とってもお利口な子なので、なんか空き時間とかもペトってくっついててくれるんですよ。それがすごく可愛くて、
また会えて嬉しかったです。とピンクのニットが可愛いなと思って、そのなんか普段冬って割と暗い服が多くなりがちだなと思うんですけど、なんかピンクっていうと一見挑戦しにくく感じると思うんですけど、なんかすごい着やすい色の、ビビットなのに着やすいピンクだなと思って、はい、私も冬あのピンクで気持ちを明るくしたいなと思いました。ピンクあんま選ばないですね。自分で選ぶ色物で選ぶとブルーだったりとかグリーンだったりとか、割と寒色系を選んでしまうことが多いなと思うので、ちょっとピンクいいなと思いました。最近リフレッシュになったなと思ったのが、あの雑貨屋さんを一人で巡った日があって、なんか家具を買い替えるって結構大ごとになると思うんですけど、なんか雑貨をちょっとこう増やしたりとか変えたりとかすると、こう自分の気持ちがちょっと変わるというか、なんかこう身近な、なんだろう、手軽なものだったりとかでもお家に帰った時になんかパッと印象が変わる感じがして、雑貨を見るのっていいなって思いました。最近なんかなんていうんだ、絵なのかな、なんかちょっとあれはなん絵というジャンルに入るのか、壁に貼れるちょっと絵のようなものを購入して、なんかそれが今お気に入りで、はい、お家帰った時にパッと目に入るところに飾りました。あんまり壁に確かに飾ってなかったんですけど、華やかになるものを飾りたいなと思って、はい、購入しました。と今年の頭に結構ジムに通っていて、ちょっと今年あの写真集を出したのをきっかけにちょっと体を鍛えようと思って鍛えてたんですけど、なんか後半になるにつれてどんどんジムに行かなくなっていたので、その写真集の撮影が終わったらちょっと気が抜けてきてしまったので、ちょっともう一回ここから通い直して悔いのない体型で今年を終えたいなと思ってます。 3,4 年前から通ってはいるんですけど、ちょっと今年の頭に頑張る時期がありました。なんか肌のその露出がない分ちょっと気が抜けてしまうと思うんですけど、ちょっとここでもう一踏ん張りと思ってます。はい、今回たくさんの、色のニットを着させてもらいました。私自身すごくコーディネートが参考になるなとか、試してみたいなとか、このニットの色着てみたいなとか、私自身もありましたので、ぜひ皆さんもお気に入りのコーディネートやお気に入りの一着を見つけていただけたらと思います。ぜひご覧ください。